けで、才能色強い番組へようこそ。はい。一応ね、今日、ネギせんべいとか十万石の話とか。あ、懐かしい。これ超懐かしい。超懐かしいよね。おじいちゃんがさ、これ大好きでさ、そうなのせんべい。この、もう、まさにこれ。そう。このネギの。ちなみに申し訳ないですけど、草加せんべいではなく、深谷ネギのネギ味噌せんべい。バカだ、もういろいろバカだ。すいません。トンチン感が相当バレてしまう。十万石まんじゅうもよかったな。十万石まんじゅう美味しいよね。美味しい。これさ、見た目で侮る人いるけどよく。そうそうそう。マジで侮っちゃいけない。普通に美味しいんだよね。普通に美味しい。そう。わかる。生地がまずすごい美味しい。わかる。十万石まんじゅう。ほんと侮らないでほしい、これは。ね、ぜひね。さゆりは、井上さゆりはですね、渡したらすぐ食べます。十万石まんじゅう。ラジオ中に放送中に。やばいね、自由だね。ありがとうってパクパク食べる。家じゃないんだから。めっちゃおもろいよね。で、私、始球式やることになったんですけど。え、すごいね。いや、すごいよね。え、けどさ、うん。いや、舞ちゃんってさ、運動神経いい？うん、いいと思う。いやいや、嘘だよ。いや、一度も見たことないし。うん。なんかね、ボール投げてるところ？そう、見たことない。本当？でもなんかフォームがどう、なんか綺麗なんだろうなっていうのはわかるの、なんとなく。フォームっていうかね、投げ方、立ち姿というか、うん、まあスラッとしてるし、足も長いし、多分綺麗なんだろうけど、うん、もう、じゃ、言って悪いけどちょっと見かけ倒しというか、なんか、絶対ボールが飛ぶ気はしないの。え、でも小学校とかさ、中学校の時にさ、うん、体力測定みたいなのあったじゃん。うんうん、で、ボール投げあったじゃん、項目的に。ソフトボールね。そう。うん、あれ、うん、何メートル飛びました？秋元さん。私、運動神経悪いじゃないですか。そうなんですよ。私先行って大丈夫ですか？あ、大丈夫です。5メートルぐらい。5メートルはさすがに勝てたな、これ。私、ちなみに9メートルなんですけども。超どんぐり、ね、超どんぐりだよ。超どんぐり。マジどんぐり。そう、だから、なんか、わかんないんだよね。うん、その、手を離すタイミングが。わかる？そっちの人が、すごい共感できる。うん、そう。え、ちなみにね、うん、私がよくされるアドバイスを言ったようか。うんうん、ありがたい。右利きだよね。右利きってことは右で投げるじゃん。うん、だから左足をちゃんと出すっていう。それはできるよ。違うんだよ、やってみな。それはできるよ。違うんだよ、緊張した場だと思ってボールを投げてみな、うん、本当に右と右になっちゃうから。うそー、ボーリングとかもそうなっちゃうから。なんないよ。緊張するんだって。やったことないけどさ、始球式なんてね、なかなかやらせてもらえないから。本当だよね、一緒に一度だから、ね、なんか友達からいっぱい連絡来たもん、行きたいって。うん、さすがに一生に一度だから、うん、多分もうないじゃんっつって、ないから多分行きたいって、うん、地元だし。じゃあもう特訓しよう、キャッチボール。え、真夏と、うん、私も練習したいから。ちょっと待って、真夏さん練習になるかな、我々。だって今後もしかしたらさ、ね、確かにあるかもしれないからね。先に、そう、先取りが必要。先回り、うん、先取りが必要だから、うん、はい、さて、そんな秋元さん、はいはい。